はい、じゃあ次は、ゆうきさんでーす。はーい、というわけで私でーおー、す。絶対カメラで追い切れねえよ、そんなに。ブレる、ブレる。さて、はい、ゆうきさん、じゃあ一品まあ、目。ね、一軒目は自分の好物を持ってきましたね。あ、カロリーメイト。チョコレート味。ああ、そうだ。まあ、これは普通に美味しいは美味しいよね。そうそう。ただ、だよ。このなんつうの、折り返し点におけるこのカロリーメイトって重いよね。もう結構俺らお腹いっぱいだからね。ちなみに、朝ごはん食ったんですけど。食い差しかよ。いいけどね。はい、じゃあ、まあ、高校の時これ試食だったの。じゃあ、これをね、やっていきましょうか。はい。あ、問題これどうやって入れるかな。あ、どう？そうね、そこ難しい。ちょっとね。もう何？ 4 つだったら半分に分けてすぐ入れるんだけど、半分だと大きいか。4つ？ちょ、半分だったら回せないと思うな。うん、沈んでかねえな、もう。これもう浮いちゃうけ。あ、でもまあ、でも、吸うから、これは多少。あれよりは、マシュマロよりは、もうあるんじゃない？うん。でかかったでかいな、これは、これはちょっとでけえかな。でもなんか悪くなさそうな感じがするね。そうだね。さっきのバナナの時のチョコクリームが悪くなかったからさ。うん。あれみたいな感じで。うん。あのね、鮭ほどじゃないけど、ちょっとやりにくいね。はい、す。はい、なんだっけこれ。カロリーメイト、チョコレート味、たこ焼き。美味しそう。見た目は今のとこ抜群にいいですね。あ、うん、匂いもいいです。そうそう、いい。はい、じゃあ、これを、じゃあ、いただいていきましょうか。そうそう。はい。動画を見ていたら、そんな大したことないと思って、結構自分は1時間ぐらい、2時間経つからね。もうね、暗くなってきたね、だんだん。はい。じゃあ、いただきまーす。いただきます。チョコレート。あっち。あっちょっと待とうか。あ、ほんと。もともこもないこと言うと、生地がホットケーキなさったら最高だな。あったかいチョコはうまいね、別に。ただなんだ、さっきのレーズンのやつと俺、なんか似てる感じするんだ、方向性が。うん。なんかね、混ざり合ってない。やっぱり固形物ってどうなのよっていう感じ。そうそうそう。うん、ちょっと前の巨人。個人個人はいい選手。うん。このチョコのデカめのやつちょっといただいてみます。はい。チョコね、こっちをいただきます。普通のやつじゃねえか。それずるいぞ。それうまいに決まってるよ。うまいやつだ。カロリーメイトでもお腹いっぱいだ。よいしょ。でも普通に、やっぱチョコを温めるってのは普通に美味しい。うん。たこ焼きにくるんでる必要がない。はーい、じゃあ点数。点数、じゃあ私からいいですかね。どうぞ。5点。なんでかっていうと、まあ、さっきのが4点だったんで、だいたい方向性一緒なんだけど、温まったチョコが美味しかったので、温まったレーズンよりも。だから1点プラスで5点です。あ、じゃあ、まさと。5点。的には、さっきのレーズンの方が美味しかった。あ、自分の、あれで、確かにさっきのレーズンと比べるよね、方向性似てるから。じゃあ、ヒゲ。そうね、6点だね。ヒゲは安定だな、だいたい。レーズンとどうヒゲって、あれだね、6点以下ってもしかしてないと思ってる。そんなことはない。カルピスの時に1点とかあったから。はい。じゃあ、ゆきさん。まあ、俺も5点なんですまあ。ザ・普通って。ザ・普通って。レーズンと同じぐらいの、ね。うん。カロリーメイトはね、別に美味しいんで、なんか、レンジでチンして食べればいいんじゃないかな。たこ焼きにくるむ必要はねえな。ね。でも俺、あと 3ブロック残ってきて、どうするまあ、うん。スタッフで美味しく食べるか。ね、食べよう。2品目。2品目。チャッキーカルパスです、ね。ああ、はい、美味しいやつ。美味しい。美味しいやつ。これは期待できるんじゃないですかね。うん、切ってきました。はい。ね、まあ、このぐらいがちょうどいいんじゃないですかね。はい。ね、なんだっけ、これ。チャッキーカルパス。チャッキーカルパス、たこ焼き。はい。ね。みんなのお腹がいっぱいになってきたから若干ちっちゃめになっております。はい。もうみんなね、お腹もいっぱいだし、時間が経って疲れてきてるんだよね。でもまあ、これは割と期待できるんじゃないの、うん、美味しいと思う。味的にはね。あ、これ、期待も何言ってるわ。え、嘘嘘。じゃあ、私もいただきますよ。はい。熱っ。そうなんだよね。まず、熱いよね、きっと。ん？やべ、普通うまいけど。予想以上ってことはないけど。ん？何？うん、食べてる。なんだろう、味薄くなった。そうそうそう。じゃあちょっと普通のカルパス食べてます、ね。普通のカルパス。ああ、ほんとだ。味薄くなってるよ、ね。薄くなってるね。普通のカルパスってなんかもうちょっとなんかピリ辛でもないけどなんかこう、味ピッてこうなんか来るんだけど、それがなんかまろやかになっちゃってるね。たこ焼きのあれで。うん、
単品で食った方が。あの、そう。俺酒飲まないか分かんないけど、酒の当てにならなくなった感じがする。普通のなんかこう、子供の食う食事みたいな。うん、なんか、なんかあるよね、ソーセージなんか、なんかくるんだみたいなやつ。うん、離乳食ちょっと終わったぐらいの子供に。まあ、幼稚園のお弁当とかそんなレベルだね。そうだね。なんかこう、大人が楽しむもんではなくなっちゃった感じがする。牙が抜けた。そうね。じゃあちょっとソースつけていただいてみますか。そうだね。ソース、ソースつけたらもしかしたら牙が蘇るかもしれない。じゃあちょっといただきます。引き立つかもしれないからね。うん、まあ。まあ、美味しいは美味しいけどね。うん。ソースつけるけど。あ、そうだね。うん、まあ、ありはありかな、俺は。うん、全然なしではないよ。あ、これうまいわ。うん。ソースいいな。ソースつけて食うと別物なんで、美味しい美味しい。なんかあれだね、なんか、タコに飽きたらこう、これでもいいかなっていう、思えるレベルでは、うん、普通に正規品であっても全然悪くないから。うん。うん。した、じゃあ私から。はい。私8点。ね、鮭よりは1点低い感じですかね。鮭はなんかこう、ちょっと化学反応みたいなのが見えたから、9点なんだけど、味的にはこれも、これトップクラスじゃないかなと。うん、8点。マサトさん。はい、同じく8点です。おー。まあ、鮭ほどの感動は。そう、感動はない。味はうまい、普通に。うん。ヒゲさん。やべえな、私も8点。あら？あれ？ 4 人で食ってる意味がないぞ、このままでは。結城さん次第になるな。結城さん。俺7点なんだ。ああ、もう大体一緒。優秀ね。まあまあまあ、そうだね。まあ美味しかったよね。そうだね。なんかでも本当は生で食った方がよかったけどね。ちょっと物足りなくはなる。味が、ね。ソースかけて食ってうまい。いやでもまあ、たこ焼きってそういうもんだから。まあまあ、それで成立してんなら俺はありじゃないかなって思うよね。そりゃそうだ。はい。じゃあ。増えるレベルね。ゆうきさんでした。はい。はい、次は、っていうか最後はヒゲさんです。はい。私が用意したのは、まず、一品目、こちら。はい、出た。ガラムマサラです。ヒゲのお家芸だ。前回ですね、カルピスでも大失敗っていうか、まあ、僕はそう思ってないんだけど、まあ、皆さん不評だったんでね、今回、たこ焼きで挽回しようかなと。そうだね。前回なんかこう、袋とかにあってお手軽にさって、今回ちゃんとしたなんかこう、そう瓶のやつ、これをやっていきますか。はい、やっていきましょう。不安しかねえよ。てか、これは、まあ、どうしたら、今までのとは違うじゃん。だからね、これはね、一回入れて、そこでぐるぐるって混ぜるから。混ぜる、混ぜる。はい。はい、入ってますよ。入ってますね。入ってますよ。うわ。地獄だ。地獄だ。意外と出ねえな。確かに、本当だね。確かに、それ少ないと、ちょっとそれ不公平。最初の方すごいのに、ね、それでいいよ。一旦、これでカンってやってから。あ、詰まっちゃってますね。じゃもうそうやったら使えなくなるぞ、後々。もう、取っちゃえば、そこ。もう黙ってやっちゃえ。一回こう、革命起こそう。革命、わあもう平等で全部掃除しなきゃダメだよ、逆に。あ、終わったな。もう逆に全部それでいこう。これで終了したわ。あ、それじゃない、頑張れ。あ、よし、いった。これやばいよね、一箇所やばいなんだ。これを、待って、これをさ、やっぱ、やべえや。次のやつにもかかるだろ。もういいよ。これ以上変なことになる前に。もう、上行っていいか。はい。ああ、終わったわ。責任持ってこれ食べるから。いやいや、この辺も十分事件が起きてんだよ。みんななんか、不評？あれ、ひげ、まだこのことに気づいてない、もしかして。君が何か、しでかしたことに関して。っていうか、これ固まんのかな？あ、なんか硬くはなってるよ。うるせえよ。なんか、ヒゲがなんか、何事もなかったようにしてんのかな。むしろちゃんと溶けてくれ。くっせえ、もう。いや、もう匂い強いよ。うえ、ちなみに、あのね、ここにいてもね、下、あの、味は、なんか、気持ち悪い。マジ SB さんすいません。原材料に胡椒が入ってますからね、これね。マジか。ただこう、調味料。赤唐辛子。これがすごいなもん。いや、うまいと思うんだよな。うまい、なんつうの、うまみがねえよ。まあ、胡椒が入ってるから、救いがこするぐらい。本当に考えて、たこ焼きの粉に胡椒ぶっかけたところでうまくなんないからね。まあ、胡椒じゃね。胡
ガラムマサラの何を知ってんだよ。はい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 、ガラムマサラたこ焼き。完璧だと思います。ねえ、これ色と匂いといい、今までで一番なんか、許せない感じがしますよ。いや。初のマイナス評価するんじゃないか。ドクロ。大丈夫。美味しいから。そうだね。ただ、作りは安かったですね。でしょ、まあ、鮭とかマシュマロとかに比べると、だいぶ作りやすかった。完成まで8分だもんね。これを食べていきますか。まず、ちょっとこれはね、まずちょっとヒゲ食ってから後の3人食おうか。そうだね。ヒゲがまず責任持って、こう、じゃあ手元のこの辺とか食べていこう。じゃあ、比較的大丈夫そうなやつね。なんで鼻歌歌いながら食うんだこんなもん。怖えお前。はい、こんな感じ。まあ、断面図見した方がいいのか。あ、じゃあ、断面図いるこまだよね、だって。断面っていうほど断面ないかもしれないけど。どうだ。うわ、いや、ただの汚い。入ってますね。いや、なんか、あの、チョコのカロリーメイトの時。確かカロリーメイトの時と見た目は似てるな。これ無理じゃねえか。じゃあ、どうぞ。いただきます。もうやだ。うん。どうですスパイシーだね。まあ、そりゃそうだ。すげえ、そうだろう、あいつすげえ。うん、これはいいんじゃないか。まあ確かに粉だけだから寂しいけど、味としてはいいんじゃない。なんで なんで君それ食いながら口角上がってんの。なんで口角上がって食うのそれ。いい笑顔で食う。みんな拒否権ないの。はい、じゃあいただきます。いただきます。おいしくねえ。うわ、おいしくない。うわ、むかつくよ。あ、辛い。あ、辛いこれ。あのね、この塊とかくて、辛いわ。辛い。まあ、致死量あるし。辛い。今のところ誰もうまいっつってねえぞ。うまいわけがないもんだって。俺今、みんなの動作さえ負けて、さりげなくさっきのマシュマロ1個食ったから。耐えれなくて。お腹いっぱいだけど、それ食わなきゃ生きていけないと思って。はい、じゃあ、私から。あ、一応ね、そうだね。はい。はい、じゃあ。ガラムさん。ああガラムさん。もうガラムさんって名前に変えようか、ヒゲだけ。いや。さよならガラパゴスのガラムさん。なんかややこしいけど、ちょっと。うん。はい、じゃあ私、ゼロ。あれマイナスしようかなと思ったけど、一応次もあるんで、ゼロ。あれなるほど。あ、マソさん。はい、1点。お、優しい。まだ1点つけただけ優しいよ。いや、まあ、前回の動画、カルピスよりはだいぶね、食べやすくはなった。あ、そうだね、まあ。けど、そうかな。けど、マジ。まずい。じゃあ、ゆうきさん。ん ?3 点。なんで、意外となんか、まあ、か意外となんか良心的な点数ついてる。あのね、なんか、あの、別になんか想像よりなんか辛くもなかったんだけどさ、なんていうのかな。具体的に美味しくなかったよね。あ、美味しくない。全然美味しくない。辛くなくても食べたくない。そう、なんか粉っぽくて、まあ粉っぽい中になおかつちょっとしたなんか、こう鼻を突き抜けるような風味みたいな、なんか匂い。こんなすんのっていう。じゃあ、ヒゲさん。4点。なんでやねん。高えけど、今までの中では低いんだな。まあ、やっぱり分量が、ちょっと多かったかなっていうのが、生地に取り気になってね。俺、今ので若干、っぽかったもん、ね、若干体調悪いもん、今のって食って。なんか、変なとこ痛いもん、頭の。この辺。でも、まあ、言うほど辛くはなかった。いや、辛い。辛さはまあ、いや、辛かったけど。いや、俺、当たり引いちゃったかな。辛いっていうか、あれだよね。粉っぽくて、それがなんか、辛みとかそんなどうでもいいぐらい。風邪薬で本当になんか、水なしで食ってるみたいな。あ、でも風邪薬こんな味するのあるわ。じゃあ次でラストかな。はい、ラストはこちらです。ねるねるねるね。出たー。ねるねるねるね。さっきのね、ガルマザス、辛すぎたって。風呂味。ねれば寝るほど美味しい。うまいってやつですね。チーク菓子ですね、チーク菓子。風呂味か。ああ、じゃあまあ、これをまず、ねるねるしなきゃいけないんですね。まずこれを。じゃあ、ねるねるしましょうか、じゃあ。ひげくん。思ってますよ、ひげくんが。そろそろ完成。いや、そうだな。まあ、ひげくん、俺今、妙な疑問が浮かんだんだけどさ、はい。これってたこ焼き作る動画だよな。なんでお前、ねるねるねるで作ってんの。いや、これは、あの、たこ焼きの生地を助ける生地みたいなもんだよ、ね。なんか今、不思議な気持ちになったんだけど。まあ、そもそも、たこ焼き動画のはず。たこ焼き、たこ焼きのたこの代わりじゃなくて、これ生地に混ぜ込む感じだよ。このまま焼けそうだもんね。なんか変な話。じゃあ、そろそろ、生地いらない。しちゃいましょうか。はい、じゃあ。これ、何やってんの、こいつ。落ちない。そんな落ちねえ。どんじで食べ物で遊ばないでくれか。いや、遊んでない。ちょっと、水井さん、あれ、串で手伝ってあげないと。ああ、そうなんだ。真面目にやってる。真面目に不真面目。解決ぞろり
あーもう何やってんの、手伝う。どうする？不安だったら時間かかるったら火止めるけど。ちょっと火止めた方がいい。やった方がいい。時間かかるこれ。かかる。焼けちゃうと思う。これ焼けちゃう。何作ってんだこいつ。確かにな。確かに。解決ぞろりで出てきそうって出てきそうだけど。ほんと今日たこ焼き作るだけって聞いてたんですけどね。まさかこんな。たこ焼き作るだけの簡単な動画ですっていう説明しかしてない。そっか。そしたらたこ焼き作らねえんだよ。最初作っただろ。最初だけじゃない。あれがピークや。こんなもんかな。なんか本当にさ、浮いてきて、絵図がやばい。ミュータント。タートル。これからなんか人型の生物ができて、なんか俺たちが食われるっていう B 級映画を作れそうなんで。でもまあ、意外と作りやすくていいですね。でしょ？でしょって、何計算してたみたいな言い方。あ、でもマシュマロと一緒でなんかはみ出てくる。はみ出るなんかすごいのが。あれが。ミュータントがはみ出てる。ひげくん、これ多分これが完成図だ。粉入れてもダメかな。ちょっと待ってくださいよ。手前やばいな。これですよ。これで完成って言ってました。みつさん、頭おかしい人で言いようがないですよ。頭が。しょうがない、しょうがない。そうだね。たこ焼きにねるねる感持たせるとこういう感じになる。何そのベテランみたいな意見。その筋のベテランみたいな。なんでも。まあ確かにこれ。なんでこう今までいろいろやってきてこう最後にこれ食わなきゃいけないの。なんかバイオ系とかなんかあのさ R15 系のゲームに出てくる敵こんな感じなの。回し方がたこ焼きの回し方じゃねえよそれ。これが完成図や。もう完成。もうこれ以上はいかない。これ完成って言い張るミスリさんの頭はおかしいんちゃう。まあ俺が悪くない。悪いのはあのおっさん。あ確かに。確かに。俺今までのやつだったらなんとか形にしてきた。これはならない。最後の最後に標的来た。これどれ食っても罰ゲームだよね。じゃあヒゲくん食べて。あれそれで食うの。ねるねるねるねの。まあねるねるねるだからな。はい、はい、でいただきます。ねるねるねるね。まであいつねるねるねるね大好きな。まず。え。え。あのヒゲがまずっつったぞ。おい、うわ匂いが臭い。まあそれはブドウですよ。焦げた。それはもう作ってる段階から知ってた。すごい。でもね、感触がねるねるねるね近し、なんかね、ねるねるできる、なんかこう。だってなんかね、たこ焼きのそれじゃない、なんかこう、すごい粘っこいの。こんなに粘っこくないんですよ、たこ焼きって。これダメだろ、これ映しちゃ。で、俺映してんの俺だけどさ。これも。じゃあいただきますね。そうまずい。あ、まずい。まずいな。あ、まずい、あのね。悪い意味でねるねるねるの味しっかり残ってる、うん、混ざってる。生地とちゃんと味混ざっててまずい。あーすごい溶け合ってる。今までこのさ単品のやつ溶け合う悪さ、うん、今まで溶け合わなくて悪かったのに溶け合って悪い。ああ溶け合うとこ最悪だしと。あこれ最悪だわ。よくもやりやがったなって恨むわこれ。私の恨むわ。なんでもまずいって思うこれは。あーねるねるねるだけ食いたい。あるよ。あるよじゃねえよ。もうないよ。いや、僕2個持ってるんですよ。マジか。最初2個入れる予定だったんだけど。バカじゃないの。いらねえ。意外と1つで大丈夫だったから。ゆうきさんの食ってるこれすごいな。汚いなこれ。言いたくないもん。なんかもう言いたくないけどあれみたい。あれだな。ね、駅とかにある。駅の階段の隅にある。終電の前とか。なるほど。な。これ美味しくねえ。すっげえ素直な意見。すごい。でも一番的確。うん、一番それ。なんか、きりたんぽみたいな感じでいい。いいよ、きりたんぽに悪いだ。秋田県におごられる。色合いがすごいいいですね。美味しくない。うん、美味しくない。すげえまずい。すげえまずいわ、これ。テンション下がるわ。ちょっと、被告ちょっと、被告出てきなさい、被告。ヒゲ被告、ちょっと、ね、ちょっと、はい、言い訳だけ聞こうか。ヒゲ被告。どういうつもり？いや、焦げてる部分が本当に。つもりを聞いてんだよ。セールスポイント聞いてねえよ。いや、うん。いや、みんなにね、美味しそうに食べてもらいたいっていうつもりで、こう混ぜてるんだけどね。恐竜がいかにでこういう感じになるかな。変わったぞ。恐竜じゃなくなったぞ、恐竜が。ヒゲ君、今のは
ここがひどいと思います。じゃあ、採点する一応。採点、採点するの、うん、これ。必要があるかな。じゃあ、私から、私、ゼロ。マサさん。ゼロ。マイナスじゃないだけありがたいと思ってほしいです。俺マイナス27ぐらい。マイナス 27? 美味しくない。はい、ヒゲ君。僕1点。なんで加点があるのかな。ってことは、はい、マイナス 26.5 ね。マイナス27点ってなんだよ。これはひどいね。俺も気持ち的にはマイナス30ぐらいだけどね。うん。同じく。ね。以上、ヒゲ君の大惨事でした。いやいやいや。もう、この画面これだけチラシレーズでいい。はい。というわけでね。全部、食べて、行きましたけどもね。はい。たこ焼きの代わりにね、何を入れたら美味しいのかっていうのは、まあ、なんだろうね。まあ、鮭とカルパスはまあ美味しかったね。美味しかった。うん。1位が鮭で2位がカルパスだったな。まあ、多分特定的には、まあ、集計してるから何とも言えないけど、まあ、そんな感じかな。そうだね。うん。で、まあ、3位がバナナ。え、そうだったか。あの、ねるねるねるね、ほんと最悪だった。あれはやばいな。ねるねるねるねはね、そのまんまで絶対食べたい。俺もあれは気持ち的にはマイナスだね。マイナスでいいね。マイナスだよ、あれ。てかもう、あれはマイナス X とかでいいかも。あれね、やめた方がいい。うん、そうだね。いや、まあ、あれする人いないと思うけど。まあね、まあ結果的にね、たこ焼きにはタコが入れるの一番いいね。最初に食べたのが一番美味当たり前や。あとソース。そうだね。タコとソース。かかってるソースがうまい。まあね、いい、おたふくのね、いいソースを買いましたんでね。まあそういうわけでね。皆さんもね、なんか、いろいろ試してみてね。はい。もう俺ら試したね。試したね。もう疲れた。たこ焼きって疲れるね。疲れた、ね。うん。はい、じゃあ。本世紀はやらない。はい、じゃあ終わりますよ、そういうわけで。はい、じゃあ。みんな一応、手で持ってくれ。はい、じゃあ。はい、じゃあ、さよなら。さよなら。はい。さよなら。